アスファルトとは、原油に含まれる、炭化水素類の中で、最も重質のものである。日本語では、ドレキ性やチレキ性とも呼ばれる。生成された、アスファルトアスファルト舗装アスファルトは、歴性材料の一つで、色は黒か暗褐色をしており、温度の工程によって液体から、固体、固体から、液体の状態に変化する性質があり、道路の舗装や防水材などに使われる。 アスファルトは天然に産出される天然アスファルトと石油から作られる石油アスファルトがあり現在使われているものは石油アスファルトがほとんどで天然のものはごく少なくなっている減圧上流装置で作られた減圧残油はそのまま製品アスファルトとなりストレートアスファルトと呼ばれるストレートアスファルトの正常を改善するため溶剤抽出や 空気酸化などの処理を行うこともある。粘度の高い液体であり、常温ではほとんど流動しないものが多い。ただし、常温で使用できるようにストレートアスファルトを、灯油や軽油で、希釈混合させた、カットバックアスファルトもあるが、日本では統計上ストレートアスファルトに含まれている。なお、日本やアメリカ合衆国等では石油を生成して、取れた。 減圧樹脂水をアスファルトと呼ぶのに対し、ヨーロッパでは、微中面と呼び、この微中面に、骨材や砂などを混合したものをアスファルトと呼んでいる。したがって、ヨーロッパの技術論文を読む際には、注意が必要となる。なぜこのように故障が違ったのか不明であるが、おそらくは、アスファルトの種類が増えたことが原因ではないかと、考えられる。トリニダード・トバゴでは、 純度の高いアスファルトが天然で噴出し、湖を形成するという稀なケースが見受けられる。これは地中の原油から揮発成分が蒸発し、アスファルト分の実が残ったものと考えられる。長崎市グラバー園に存在する日本最古のアスファルト道路の可能性のある道路天然のアスファルトは、歴史と呼ばれ、古代から使用されてきたことがわかっている。 紀元前3800年頃の古代メソポタミアで天然アスファルトが接着剤として用いられており、紀元前3000年頃の古代エジプトではミイラの防腐剤としても使用された。旧約聖書の創世記ではバベルの塔の建設のためレンガの接着剤として、またノアの箱舟の防腐剤として天然アスファルトが使用されたとの記述がある。アスファルトという単語が 英語に現れたのは、原油の利用が一般的になり始めた18世紀に至ってからである。このため、英語においてもギリシア語のアルファーシグマファイアルファーラムダタウからの外来語であった。エートスファルトという意味がある。日本では、縄文時代後期後半から晩期にかけて、日本海側の秋田県や山形県、 新潟県などで産出した天然アスファルトを熱して、石属や骨盛りなど、漁具の接着、縄文後期の秋田県横手市、八木遺跡の事例として網漁に用いる石水と漁網の、接着、破損した土器や土偶の補修、湿気の下塗りなどに利用された。産出地のほか北海道大島半島や、関東地方でもアスファルトの付着した遺物が出土し、黒曜石や、 翡翠などとともに、縄文時代の交易を示す資料になっている。これらは、明治期に、佐藤伝蔵による、東京大学人類学教室の資料調査において、発見され、佐藤初太郎によってアスファルトであることが確認された。藤森坊さんは、秋田県昭和町において、縄文時代のアスファルト産出地を確認し、現在では、原産地を特定する技術により、 広域に流通していたことが判明している。日本初期には、668年に、燃える水と、燃える土が、越の国から、天智天皇に献上されたとの記録があり、燃える水が石油で、燃える土が、天然アスファルトであると考えられている。日本で初めてアスファルト舗装が施されたのは、長崎県長崎市のグラバー園内の歩道であると、言われているが、 成分分析が行われていないため定かではない。したがって、一般的には、明治11年、東京の神田川に架かる商平橋に舗装されたのが、最初であるとされている。使用されたのは、秋田県の豊川からはるばる運ばれた天然アスファルト200票であった。石油産業や、自動車の普及とともに、アスファルトの需要も変化するようになると、日本のほか先進諸国で、 道路舗装用に石油アスファルトが使用されるようになった。アスファルトは低温では固体、高温では液体になるという性情を持つ。この性質を活かして道路舗装用の骨材の接着剤として多く用いられているほか、油分でできている特徴を活かして燃料や原料、防水剤、防腐剤、熱化素材、電気絶縁剤、断熱剤、 高深区用シーリング材、衝撃吸収材、潤滑剤、顔料としても利用されている。道路舗装用に使われる、以外のアスファルトのことを、工業用アスファルトと呼んでいる。アスファルトの使用量は、舗装用と防水用で約80%を占めている。ストレートアスファルトの化学組成は、アスファルテンとマルテンに大別される。有機媒体である。 ノルマルペンタンに溶けるかどうかで分類しており、アスファルテンは溶けない成分である。アスファルテンと呼ばれる、高分子炭化水素が、マルテンと呼ばれる、多管の炭化水素の油やレジンの中に、コロイド状に分散している。アスファルテンとは、ヘキサ酸などの形質の炭化水素に溶けない成分で、縮合間の方向属炭化水素が、下境結合してできた、高分子化合物である。 マルテンはレジンと油に分けられ、レジンという分は形質の炭化水素に溶ける成分である。レジンは比較的有点が高い樹脂状物質で、マルテンのうち特にレジンが接着性や過疎性を与えてアスファルトの素性変形性を左右している。アスファルトは大別すると天然アスファルトと石油アスファルトの2種類に分類される。天然アスファルトは 自然界で産出される歴史性の代表的な材料物質である。種類には次のようなものがある。レイクアスファルトの産出地として有名なものはトリニダード・トバゴのピッチコが知られている。オイルサンドの産地ではカナダ・アルバータ州にあるアサバスカ地域が有名で大規模な露天掘りが行われている。アスファルトタイトではアメリカ合衆国。 ユタ州のユインタ盆地で産出されるユインタイ石がありギルソナイトという品名でクロワニスト量の素材として用いられている石油アスファルトは原油を生成して石油製品を製造する過程で最後に残った残油でできている石油アスファルトを大別するとストレートアスファルトとブローンアスファルトに大別されるストレートアスファルトは 原油中のアスファルト成分が変化しないように製造されたものである。正常は伸び、付着性、寒温性が大きく、軟化点が低い特徴があり、主に道路などの舗装に使用されている。ブローンアスファルトは製造中に空気を吹き込んで酸化させたものである。正常は伸び、付着性、寒温性が小さく、軟化点が高い特徴があり、 主に目地や防水用に使われている。製造過程は、原油を上圧蒸留することで、LPG、ナフサ、ガソリン、灯油、軽油が流出され、残った上圧重湿油から、さらに加熱して、減圧蒸留することで、重油、潤滑油が生成される。そして最後に残った、減圧重湿油が、ストレートアスファルトになる。 原圧重湿油から溶剤脱力性装置、二次、原圧残留装置、ブローイング装置を通すと、脱力性アスファルト、ストレートアスファルト、セミプレーンアスファルト、ブローンアスファルトなどが生成される。ブローンアスファルトは、200摂氏300度の高温下で、原圧重湿油にブローイングすることによって酸化させて、抽出したものである。アスファルトの性質は、原油産地や、 石油生成方法によって異なる。使用目的に適したアスファルトを選別するために、様々な性質について試験が行われている。ストレートアスファルトストレートアスファルトは、減圧上流装置からの分流された、減圧残油をそのまま使用したもの、アスファルトのほとんどを占める。ブローンアスファルトブローンアスファルトは、軽質の減圧残油もしくは重質減圧残油に、 減圧流出油、潤滑油止め分等を配合したものを原料に、高温の空気を吹き込み軟化点を高くしたもの。寒温性にも優れ、耐光性と耐水性が高い。屋根や、建築材料の防水、道路用の目地や、電気絶縁用の材料に使用される。海室アスファルト海室アスファルトは、舗装道路の流動、輪だち、ひび割れなどの破損を防ぐために、 ストレートアスファルトを改質して耐久性や接着性などの特性を高めたアスファルトである。ゴム、ポリマーなど高分子材料を改質剤として単独あるいは併用して混合してできるポリマー改質アスファルトあるいは比較的低い温度下で空気を吹き込むことによって作られるセミブローンアスファルトがある。ポリマー改質アスファルトは 添加物を加えて改出したアスファルトで、性質が異なる I 型、2型、3型、H 型の4種類がある。I 型から3型、H 型に行くに従って、主に軟化点とタフネスが向上されており、これらはアスファルト混合物の蘇性変形や摩耗に対する抵抗性の改善につながっている。I 型、2型、3型は、 ポリマーの添加量の違いで区分されていて、密粒度、再粒度、再粒度などの混合物に用いられている。3型の中も、耐水性を向上させた3型 W、耐水性とたわみ性を向上させた3型 WF があり、前車はコンクリート商板の端面舗装用、後車は高商板の端面舗装用で使用されている。H 型は、 ポリマー添加量が多く、ポーラスアスファルト混合物に用いられる、高断性の解質アスファルトであり、中でも、H 型 F は寒冷地用にたわみ性を向上させた、ものである。解質剤として用いられる、添加物には、次のようなものがある。セミブローンアスファルトは、寒温性を改善して、摂氏60度における粘土を、ストレートアスファルトよりも大きくした解質アスファルトで、 対流動性に優れる特性を持っている。和立惚れ対策用に、社団法人日本アスファルト協会によって開発された。大型車の交通量が多い交通路線で用いられる。アスファルト混合プラント道路舗装の試行法の違いによって、アスファルトと骨材の混合方法が変わり、以下に分類される。加熱アスファルト混合物最も一般に、 使用されているアスファルト混合物で、アスファルトプラントと呼ばれる加熱装置内で、アスファルトと骨材を加熱、混合して熱いうちに作業を行い、冷えれば、道路としての強度が得られるもの。アスファルト乳剤アスファルト乳剤は、アスファルトと水に乳化剤を混ぜて、アスファルト微粒子を水中に分散させ、含まれている水分が蒸発することで、 アスファルトとしての粘土性能を発揮する液状材料のこと。ストレートアスファルトやブローンアスファルトは常温では半固形物質であるが、アスファルト乳剤は常温においてもアスファルトの粘土を低下させて液状にしたものである。骨材同士の接着剤として、また他の構造物とアスファルト混合物の付着を良くする役割で利用され、道路舗装の施行において、 路盤表面散布、アスファルト混合物層と他の構造物間の散布に用いられる。乳化させる材料によって、水中にあるアスファルト粒子の表面の電化が異なり、電化の違いによりカチオン系、アニオン系、ノニオン系に分けられる。カチオン系は接着性に優れることから、道路舗装によく用いられており、日本で道路用に使用されている。 アスファルト乳剤のほとんどがカチオン系でアニオン系乳剤が使われることは少ない。ノニオン系乳剤はセメントアスファルト乳剤安定処理混合用として季節アスファルト舗装を修繕する際その場で舗装を粉砕して季節の路盤剤と共に混合し路盤を再構築する路上再生工法に使用される乳化剤は以下のものが使われるアスファルト乳剤の種類は 使用法や乳化剤の種類で、PK、MK、MN の記号で表されており、P は表面に散布して染み込ませる。浸透式、M が骨材と混合して使用する混合式を区分で表し、K は、カチオン系、N は、ノニオン系を意味している。また、浸透性を向上させて、プライムコートに用いる、高浸透性アスファルト乳剤や、アスファルト分を多くした。 高濃度アスファルト乳剤もある。これ以外に、アスファルトの性質を解出したものがあり、解出アスファルト乳剤と呼んでいる。解出アスファルト乳剤の種類では、接着性の改善を目的に、天然ゴムや合成ゴムを混入したゴム入り、アスファルト乳剤と、骨材水、セメントなどと混合したスラリー状混合物を、季節の路面に薄敷きするマイクロサーフェシングで用いる。 速効化型の海質アスファルト乳剤がある。カットバックアスファルトアスファルトと溶剤を混合して、骨材と常温で混合する。道路作業後、溶剤が気化することで強度が得られる。大気汚染防止や危険防止のために、これが使用されることは少ない。粗骨材細骨材フィラート、石油アスファルトにトリニダードレークアスファルト。 または、海質剤を混合したアスファルトを使用した、グースアスファルト混合物による舗装で、高温時に流し込み施工できるほど流動性が高く、不透水性とタワみミに富むという特徴がある。熱化素性エラストマーや熱化素性樹脂など。落合直文アスウアルト、ことせん、日本大辞典第一巻、輝市改修大倉らし書店、1921年、67ページ。 松村明編、自力性、大事輪4.0 3政道、2019年。松村明編、アスファルト、大事輪4.0 3政道、2019年。ABCDEFGHIJK 宮川、豊賞、岡本徹久し、熊野知史2015、P126、ストレートアスファルト。ウェブリオ、2019年5月12日閲覧。溶剤抽出。 ウェブリオ2019年5月12日閲覧溶剤抜歴法ウェブリオ2019年5月12日閲覧空気酸化コトバンク2019年5月12日閲覧カットバックアスファルトウェブリオ2019年5月12日閲覧アスファルト利用の歴史日本アスファルト協会 ABCDEFGH ミネギシクニオ 2018P104 創世紀11章3節タ永ナ洋介積水による網漁縄文時代の考古学後ナリー食料生産の技術ピアニッシも159から160アスファルトの歴史浮上する謎も NHK オリジナルの2013年11月9日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 1 1 0 9 0 5 0 1 5 1 h t t p w w w 3 n h k o r j p n e w s h t m l 2 0 1 3 1 1 0 8 k 1 0 1 5 8 9 1 7 3 1 0 0 0 h t m l 1 4月8日閲覧。佐々木栄一、天然アスファルトの道秋田、豊川で、かつて採掘油田の歴史伝える、日本経済新聞長官2018年4月3日、ABCDEF 宮川豊賞岡本徹久氏熊野知史2015、P140、ABCDEF 宮川豊賞岡本徹久氏熊野知史2015、 P131 AB 宮川豊章岡本徹久志熊野知市 2015P142 AB 宮川豊章岡本徹久志熊野知市 2015P143 AB 宮川豊章岡本徹久志熊野知2015 P 市 2015P141 大阪製油所の生成停止へ JXTG 発電事業に転換 共同通信。2019年7月23日閲覧。ABCDEFGHIJKLM、宮川豊賞、岡本徹久氏熊野知事2015、P127、ABCDEF 峯岸国を2018、P106、ABCDE 峯岸国を2018、P105、ABCDE ABC ABC 宮川豊賞、岡本徹久氏 熊野知史 2015P128ABCDEFG 宮川豊賞、岡本徹久志熊野知史 2015P129ABCDEFGHIJ 宮川豊賞、岡本徹久志熊野知史 2015P130 小西誠一著石油のお話日本企画協会第一版第一冊 ISBN4542902293 ありがとうございます。